ウェストチェスタースクエアマイナスイーストトレモントアベニュー駅はブロンクスク、ペラムベイのウェストチェスターアベニューとコマースアベニュー、レーエンアベニューの交差点に位置するニューヨーク市地下鉄 IRT ペラム線の駅である。6系統が平日20時45分までの混雑方向に停車し、それ以外の時間帯は6系統が停車する。駅はペラム線が パークチェスター東177丁目駅から当駅まで延伸開業した1920年10月24日にウェストチェスタースクエア駅として開業した相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で中央の急行線は定期旅客列車の設定がない。また駅の北側には6系統及び 6系統の車両の基地となっている、ウェストチェスター車両基地への入り出ッ線が接続しており、南高観光線と急行線は、この連絡線をまたいでいる。1981年、または地下鉄内で、最も老朽化した69駅の中に当駅を、挙げている。駅は2015年から2019年投資計画の、 一貫として、当駅含めて30駅の改装が予定されており、改装期間中は最大6ヶ月間駅は休止される。改装工事では Wi-Fi や携帯端末充電所の設置、案内看板や照明の更新が行われる予定である。ただし、この改装工事は、資金の割り当てを2020年から2024年投資計画まで延期されている。また、 2018年4月に行われた2015年から2019年投資計画の改定においてエレベーターの設置が発表されている。駅名にはイーストトレモントアベニューとあるが、その通りに接続する出入り口は一切なくウェストチェスターアベニューとコマースアベニュー、レーエンアベニューの交差点北西に階段が一本接続している。 6系統が駅を発車する出入り口の階段をり場にあるステンドグラスアート入り口。ありがとうございます。